ようやくたどり着いたな。残り時間はあとわずかか。我が花嫁は。リリアーナは渡さない。ほう、ならばどうする。お前を倒す。世界を救うため。いや、リリアーナのために。半妖と人間、叶わぬ恋に身を焦がす魂は強く美しいな。我は妖魔と人間の恋の苦しみを知り、死の味を知り、この力は強く大きくなった。どうやら最後の時が来たようだな。絶対に逃げてばかり。さあ、やめなさいよ。これで遅い。よしよし、外さないわ。とどめよ。遅い。こんなもの。そうだ、とどめよ。ほっていいわね。あれで見せる。遅い。いいぞ。いや、そら、ほら、それそら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 、まあ、よいしょ。はい、当ててみせる。いっそね、いけてる。これで遅い。こんなもの。そら、ほら。よくここまで苦しみを力に変えた。魂を美しく磨き上げた。我は嬉しいぞ。よっふふん、捧げ。ふふん、外さないわ。いや、こんなに、はい、当たらないわ。当たらないわ。当たらないわ。いや、こんなに、はい、当たらないわ。当たらないわ。光の力よ。はい、ストライクで。とどめよ。遅い。避けるなよ。はっ、これで。さわら、や、ダンス。油断した。さわら、はっ、よ。この手が。さあ、や、これで。やあ。当ててみせる。
今度こそその魂リリア逃がさない太陽の意志を危ないかこの者の命を与えたまえ光月の女王が消えた。ミリア。ある、待ってた。ミリア。あなたが死んだ後、私はユーラルムで月の女王に奪われた。気がついた時にはもう夜は広がろうとしていた。もう世界は終わっていたの。起きてしまったことは戻せない。私にはただ遅らせることができるだけ。時が止まったユーラルムは私の夢の一部になった。私の夢、アルともう一度街を巡る。アルが私を守ってくれる。最後の望みが叶った。アルトの約束を果たせた。世界が終わる前に。でもそれももう終わり。ごめんなさい。まだ終わってないさ。
今度私が時を遅らせる。そんなことをしてもいつかは。リリアへの思いを力に変え続ければ、この思いが変わらない限り、世界の終わりはここで眠ったままだ。ある。だから一緒にいてほしいんだ。永遠の苦しみかもしれないけど。それが二人を見た最後だった。今も二人はあの場所で寄り添っているのだろう。二人の心が離れない限り、時は緩やかに流れ、夜は永遠に眠り続ける。